や、前からフェリクスさんが。引き返したらきっと追いかけられちゃう。ここは柱になってやり過ごそう。おい。見つかりました。何もしてないですよ。本当です。まさかここに立ってるだけで迷惑だって言うんですか。そうですか。何の話だ。これはお前のものだろう。え、こもないで。私がいつの間に。まさか私の懐から。ふざけるな。さっさと受け取れ。なぜ逃げる。そんなことを言われても。無理です。面倒な女だな。さっさと受け取れ。いやダメです。なんで睨んで狙って。おい、剣が、よっけ、後ろか。もうダメ。なんだ今の動きは。あんな技は見たことがない。面白いな。興味が湧いた。しかしこの小物入れ、どうしたものか。おい、そうですよね。私なんか目に入るだけで迷惑ですよね。誰もそんなことは言っていない。そんなに迷惑か。俺は、はい、迷惑です。あ、じゃなかった、迷惑。いやもういい。以前俺の剣を叩き落としながら背後を取ったことがあっただろう。もう一度あの技を見せてみろ。私がフェリクスさんの剣を。何ですそれ。やだな、そんなことできるわけないじゃないですか。いや、間違いではない。この目で確かに見た。まさか覚えていないのか。夢ですよ、夢。それか私じゃなかったんです。それとも私がやったっていう証拠でもあるんですか。あるな。その時に落とした小物入れだ。私の。いやそれ私のだったかな。ごまかすな。無実。私は無実です。セロス様、女神様、お助けを。話にならんな。いや待て、ここでさらに追い詰めればまたあの技を見られるか。チッ、この話はやめだ。違います。ベルは悪くないんです。あれフェリクスさんいなくなった。あいつ敵に追われているのか。弱いくせに前に出るからだ。まったく世話をかけさせる。やっと追い詰めたぜ。この女ちょろちょろ逃げやがって。やられる。あ、剣が。あの技は、いや、眺めている場合ではなかったな。怪我はないようだな。
リクスさん、フェリクスさん、フェリクスさん、フェリクスさん、ありがとうございます。メル、今度こそ死んだと思いました。本当、死に目に会いに来てくれて、どうやってお礼すればいいか、ご恩を返して。あれ、うるさい、落ち着け。礼を言うのはこちらの方だしな。え、追い詰められたお前の繰り出した技、あれをまた見られたのだからな。なるほど、間を外し手足を別の生き物のように動かしているのか。習得すれば俺はまた強くなれる。はあ、役に立てたんならいいですけど。はい。しかし、あの間抜けな叫び声だけはどうにかならんのか。そんな、笑わないでください。ベルも必死にって。あれ、嘘。なんだ、俺の顔をジロジロと見て。フェリクスさん、今笑いました？しかもめちゃくちゃ笑顔でしたよね。固い木の実の殻を割ったら中から甘い笑顔が出てきたみたいな。調子に乗るな、間抜け女が。ああ、殻が閉じた。俺をからかおうとはいい度胸だ。よほど痛い目に遭いたいらしい。トゲが生えた？許してください。あ、ほら、フェリクスさん、ちょっと話を聞いてほしいんですけど。なんだ、聞くだけ聞いてやる。フェリクスさん、あれ見てください、猫ですよ、猫。可愛いですね。そうだな、同感だ。俺も猫は嫌いではない。フェリクスさん、これ食べてみてください。このお菓子甘くないって評判なんです。断る。甘かろうと甘くなかろうと菓子は好かん。フェリクスさん、今暇ですか？暇ならこの本を一緒に。おい、何のつもりだお前は。ん？なぜそこまで俺に構おうとする。いや、そもそもだ、お前の人見知りはどこへ行った。やだな、フェリクスさん、ベルは今でもバッチリ人見知りですよ。ではなぜ俺にしつこく構う。それは、その、何と言いますか、幽霊の正体見れば怖くない的な。俺が幽霊だと？たとえです。ようやく普段の間抜け女に戻ったか。ああ、それ、その笑顔ですよ。はあ？私が耐えに耐えていっぱい話しかけたのは、それを見るためです。ふん、呆れた。そんなくだらん理由か。そんなことのために臆せず俺に構ってくるようになるとは。人間、成長するものだな。フェリクスさんも優しい。どうしたんですか？何か嫌なことでもありました？わかりますよ、この流れ。フェリクスさんが怒るやつですよね。勝手に言っていろ。行くぞ。本がどうのと言っていたな。お願いします。